まあマスター、ビブラフラアンス、今日も素敵な日ね。大切な相手へ甘い甘い贈り物をだなんて、とっても素敵な催しだわ。そうでなくって、もちろんあなたへも用意してあるわ。ささやかなものだけれど、どうぞ受け取ってくださいな。マスターは伴侶のようなものだもの。だったらとっておきの品を送らないとね。ああそうそう、あそうなの。実は一つだけお願いがあるのだけど、アマデウスとサンソンには内緒にしてね。あなたがチョコを受け取ったと知ったらきっと大変。あれこれと考えて、私も一人一人に別のものを用意したのよ。したのだけど、やれ分量は自分の方が多いとか、砂糖の量が愛情の量とか、もう二人ともすぐに喧嘩を始めてしまって、愛に満ちた素敵な日であるはずなのに、そういうのはあまり良くないと思うの、私。ですから、ええ、知られてしまったなら仕方ないけど、できれば二人にはどうか内緒ね、マスター。